はい、今回はね、初めてのお菓子のねご紹介をしたいと思います。でね、ハッピーターン、カメラ製菓のねハッピーターンなんですけども、ちょうどね行ったら期間限定でね、パーティーサイズのやつが出てたんで、ちょっとね、ハッピーターンのねチョコ味っていうのが載ってたんで、ちょっと買ってきました。それでねちょっと中身の方、食べてね見たいと思います。中身はね、4種類ですね。ハッピーターンのねハッピーターンメープル味、チーズ味、ノーマルのハッピーターンとチョコハッピーターンの4種類が入っております。ではねちょっとね見てみたいんですけども、これがチョコのねハッピーターン、やっぱりとりあえずノーマルですかね。ノーマルからいただいてみたいと思います。ね、小さい頃からね地元ここ新潟県なんでね、ハッピーターンよく食べてたんですけど、小さい頃ね亀田製菓が新潟県のねお菓子会社っていうのは知らなかったんでね、今ね最近ねハッピーターンとか結構テレビでね、やってるんですけども、じゃあ食べてみますね。ノーマル、ノーマルです、普通に、美味しいですね。はい、ちなみにねここにねあの豆情報というかね見えないかな、これで見えるかな、ここにねなんか書いてあるんですよ。ターン王子は赤いマントを7着も持っている、毎日着替えているんだって、なんてね書いてありますね。それぞれいろいろ違うのかな。じゃあメープル味いただきます。メープル、これもこれで美味しいですね。じゃあねチーズ味、どれも美味しいですね。チーズはね、じゃあハッピーターンのね、チョコ味ですね。ハッピーターンのチョコ味、じゃあ見てみますね。これだけあれですね、こういう袋じゃないですね、チョコなんでやっぱり包装が違うのかな。どっぷりとねチョコにかけてありますね、チョコが。これはもうね完全にチョコの味、チョコの割合が多いんで、ハッピーターンっていうのは分かんないですね、これは。だけどサクサク感が強いかな。普通にチョコは美味しいですけどね。ハッピーターンじゃなくても
これが袋じゃなかったらね、多分分かりづらいかなってぐらいな、結構チョコにねまみれてたんで、まあだけど美味しいですけどね、ハッピーターンのね、期限、ハッピーターンのね、期間限定、出てたよっていうことでね、紹介してみました。